D-30-122mm 榴弾砲は、ソ連が1960年代に開発した 122mm 口径の榴弾砲である。なお、グラオーインデックスでは 2A18 とも呼称され、西側諸国が、 D-30 の存在を確認したのは1963年であることから M1963-122mm 榴弾砲の NATO コードネームが与えられている。D-30 は第二次世界大戦中の赤軍の師弾榴弾砲であった M-30-122mm 榴弾砲を更新する目的で第二次大戦の後期に ドイツが設計した1 0 5 c m フ4 3を元に1960年代に設計された D-30 は、長方針を採用することで、当時の西側製 105mm 榴弾砲を大きく、量がする 15km もの長射程を実現しており、反動吸収用のマズルブレーキも装着されている。また、兵先も従来の段格乱線式から、 半自動開閉機構付き垂直左線式に変更され、連射速度も向上している。また、自衛程度の限定的状況において、対戦車戦闘も行えるように、直接照準用の照準機と対戦車用の整形作薬弾も開発されている。D-30 の最大の特徴は、三脚式の砲画を採用している点である。三脚式砲賀を使用することで、 D-30 は方自体の方向を調整する、ことなく文字通りの360度全周囲を砲撃することが可能となった。牽引時には3本の足を固定された1本の足の左右に揃えて、トラベルロックで方針と固定し、方針先端下部のリングで、牽引車両のフックに引っ掛ける。牽引車両には、早期式の MTLB 汎用走行車か6輪。 式トラックのウラルマイナス 375D、もしくはその後継のウラルマイナス4320や四輪、式トラックのガズマイナス66が使用される。砲撃する際には内蔵ジャッキで本体を支えて、車輪を持ち上げてから3本の足を120度間隔に展開し、ジャッキを下ろしてから、足の先端に Y 字型の中敷をハンマーで地面に打ち込み固定する。 D-30 は旧東側諸国を中心として世界60カ国が採用しており、冷戦期から現在まで多くの戦争や紛争で広く用いられている。ソビエト連邦軍では戦車師団や自動車加速撃兵士団に多数配備されたが、機動力向上のために 2S1 グボズジーカや 2S3 アカーツヤなどの自走榴弾砲に更新されていった。しかし、 P-7 機材用パラシュートによって輸送機から空中投下することが可能な唯一の榴弾砲であるためロシア空挺軍では未だに唯一の榴弾砲として現役で使用されているほか現在のロシア連邦軍でも多くの D-30 が予備兵器として保管されている 2S1 の手法もこの D-30 を改良したものを採用しているさらに エジプトやシリアでは中古の T-34 戦車、リビアでは M113 装甲兵に輸送車の車体にそれぞれ独自の方法で D-30 を搭載した自走榴弾砲を製造している。中国ではリバースエンジニアリングによる 無断デッドコピーの86式 122mm 榴弾砲や、その改良型である96式 122mm 榴弾砲を、生産して、人民解放軍に配備するとともに、海外へ輸出しているほか、多くの国で、ライセンス生産や、デッドコピーの生産が行われている。また、85式 122mm 自走榴弾砲や89、 四季2 2十 m、mm、ミリメートル自走榴弾砲など、多くの自走砲の手法として用いられている。ウクライナ、ベラルーシ、ロシア、アルメニア、アゼルバイジャン、グルジア、カザフスタン、キルギス、タジキスタン、ウズベキスタン、エストニア、ラトビア・ボスニア・ヘルツェゴビナ、クロアチア、マケドニア共和国、セルビア、スロバキア、フィンランド・レバノン、シリア、イエメン、イラク、イラン・アフガニスタン、 バングラデシュ、カンボジア、ラオス、ベトナム、中華人民共和国、モンゴル、北朝鮮。ニカラグア、ペルー、キューバエジプト、リビア、アルジェリア、モロッコ、アンゴラ、ベニン、コンゴ共和国、エチオピア、マダガスカル、マリ、モーリタニア、モザンビーク、ザンビア三脚式をはじめとする多脚式砲がは主に、校舎砲で使用されていたが、第二次世界大戦以降は、 校射法自体が廃れていったため現在ではあまり見られない。第二次世界大戦後に設計された、榴弾砲は一部の軽量法を除いて二脚式砲が,が主流となっている。ありがとうございます。